疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は日本人に対する差別だと非難の声が集まっている白人女性の投稿と外国人そして日本人の反応をご紹介し、差別とは何かについて考えていきます。人種差別は世界中で現在も悩まされている人がいる深刻な問題ですが、日本ではあまり肌で感じることはないのではないでしょうか。しかし、ある白人の少女が日本の文化を楽しんでいる投稿が日本に対する差別だとインターネット上で話題になっています。詳しい投稿の内容と日本人から見た視点を踏まえて、本当の差別とは何なのかについて考えていきましょう。1. 白人少女の誕生日に行われた日本風パーティー。問題になっている投稿はアメリカのユタ州に住む白人女性の投稿です。その投稿には娘の誕生日を祝って楽しそうにしている子供たちの写真が載せられており、とても微笑ましい様子がわかります。しかし、なぜそれが問題になっているかというと、パーティーがアメリカの一般的なものではなく、日本の文化を取り入れたものだったため。その写真を見てみると、まず白人の女の子は桜の花が描かれた淡いピンク色の着物に水色の帯、室内には造花の桜が飾られ、急須や湯飲み茶碗、箸、座布団など日本らしいありとあらゆるアイテムが散りばめられています。そして白人の少女が舞妓、芸者を思わせるようなかんざしをつけて白塗りをし、日本風のポーズをとっている写真も掲載されており、細部までこだわって日本を再現しているようです。しかし、この投稿を見た外国人の一部では、これは文化の盗用であり日本人への人種差別だと批判のコメントが。これが差別か差別でないか論議されていました。2. 日本人への人種差別だと主張する側の意見。ではまず、この白人女性の投稿やパーティーの内容が日本人への人種差別だと主張する外国人の意見をご紹介しましょう。人種差別にはいろいろなものがありますが、世界で最も有名な人種差別は肌の色で判断されるものです。肌の色には白人、黒人、そして日本人が分類される黄色人種がいます。古くから世界では白人が優れており黒人が劣っているという見られ方をしており、現在はなくなってきてはいますが、第二次世界大戦まではかなり深刻でした。黒人が白人と同じ空間で食事をとることが許されなかったり、奴隷のように働かされたり、差別がだんだん問題視されるようになってからも、黒人が並んでいた列に後から来た白人が横入りするのが当然だったりと、徐々に良くなってきてはいるものの、根強い問題です。黄色人種は黒人ほど顕著な差別を受けた例は少ないとはいえ、差別される対象であったというのは事実。そのため、肌が黄色いことを強調していると思われる行動は全て差別であると考えることができます。冒頭でご紹介した白人女性の投稿では、まず黄色人種が肌を白く塗るということを表現しているので、イエローフェイスを強調していると批判されているのです。また批判されている点はもう一つ、中国といえばチャイナ服、韓国といえばチマチョゴリ、ベトナムといえばアオザイというように民族衣装が広く知られている国は多くあります。日本の着物も同じように、日本に来たことのない外国人でも知っているくらい有名なもの。
しかしこれらを日本人に断りもなく安易に身につけることは文化の盗用であり人種差別の一種であるという意見もあるのです。着物は日本人のものなのだから外国人が身につけるべきではないという考え方ですね。果たしてこれは盗用と言えるのでしょうか。3、日本への人種差別ではないと主張する側の意見。実は白人女性の投稿を日本への人種差別だと主張しているのは外国人、日本人ではありません。では肝心の日本人がどのように考えているのかというと全くの反対意見。日本人への人種差別ではないという主張が多いんです。まず日本人の多くは外国人が日本の文化を取り入れることについて否定的に見ている人はほとんどいません。むしろ日本ならではの文化や習慣を魅力的に感じていてくれて嬉しいと思う人が多いくらい。例えば東京の浅草寺や京都など昔ながらの日本の風景を大切にしている観光地では観光客向けに着物のレンタルサービスがあるほど積極的に日本の文化に触れてもらおうという取り組みが多いですよね。実際日本に旅行に来た外国人が着物姿で歩いているのを見るとほっこり嬉しい気持ちになった経験がある人も多いのではないでしょうか。もちろん着物は僕たちの国が発祥なんだと言って着物を売ったりしている外国人を見たら文字通り文化の盗用なのではと感じるでしょう。しかし日本の着物を着てみたかったという憧れなど好意的な気持ちを持ってくれている分にはそれは盗用ではなくむしろ尊重だと言えます。また肌の色に関する人種差別に関しても日本人はひどい差別を受けた歴史がないこともあってか鈍感な人が多いです。そのためたとえ差別的な扱いを受けたとしても自分が黄色人種だからこんな扱いをされたんだと思うことはほとんどありません。日本人なら私この人に何か嫌なことしたかなと自分に原因があるのかと疑うか人種差別だと思ったとしても日本人のことは嫌いなのかなと思うでしょう。それくらい肌の色に対して鈍感なのです。このような日本人の心理から白塗りをした白人少女の姿を見ても人種差別だと感じることはないことがわかります。そもそもバカにしてやっているのか敬意を持ってやっているのかは見ればわかるでしょう。日本人は行為そのものよりもその人の気持ちがどうであるかに重きを置いていると言えます。よってむしろ他国と文化を共有してはいけないと人種によって線引きをする考え方こそが本当の人種差別なのかもしれません。実際このような見解とともに白人女性の投稿は日本人への人種差別だと日本人は考えないとインターネット上に投稿した日本人に対し外国人からも称賛の声が集まっていました。そのコメントをいくつかご紹介します。日本人の投稿者の内容が本当に正しいと思うし好き。どうせ日本かぶれの人が文化盗用だなんて言ってるんだろう。日本人の冷静な反論を一言一句噛みしめてほしい。俺は小さな国に住んでいるけど外国人が自分の国の文化を楽しんでいたら誇らしく思うけどね。最近は何をしても叩かれてしまう時代になったからな。異国の文化を受け入れ学ぼうとする女の子を批判するとかひどいと思う。共有してこその文化だと思うな私は。インターネット上で寄せられた
外国人の反応を見てみると、何でもかんでも差別と言って線引きするのではなく、尊重する気持ちを持って積極的に他国の文化を取り入れる必要性を感じている人が多いようですね。いかがでしたか？差別問題は完全な解決は難しい長年の課題ですが、敏感になりすぎて他国の文化を取り入れられなくなってしまうと、極端な話、鎖国時代と変わらなくなってしまいます。鎖国していた頃の日本は進化も発展もありませんでしたよね。もちろん差別はあってはならない問題ですが、他国を尊重する気持ちは常に持った上で取り入れるのであれば、むしろ良いことなのではないでしょうか。私たち日本人はこれからも閉鎖的にはならず、文化の交流を続けていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録も忘れなく。